タフィーでは、ヨルダン南西部の小都市で、タフィーレ県の県と、人口はおよそ3万5千人。当地に住む、人々のことを、タフィーリーという。シュトアンマンの南方180キロメートルにあり、オリーブや、イチジクやブドウなどの茂る庭園で知られている。またタ、フィラ郡内には360以上の泉が湧く。 自然保護区に指定され、コツーリズムも行われる。緑豊かな棚渓谷では、泉からの水が、天然の貯水溝をなす。また、アフラやボルベータでは、温泉も湧いている。アフラの方が充実した、温泉施設であるが有料であるため、タフィーリーは主に、ボルベータを利用する。ボルベータの温泉施設は、リゾート開発をしようと、温泉施設の箱物を作ったが失敗し、 現在無料で開放されている。近郊の町、アルイースには、ラフィーレ工科大学がある。タフィーレ中心部から徒歩10分ほどのところに、タフィーレ城がある。かつては、隣県の唐苦城に匹敵するほどの規模であったらしい。この城も現在では、城塞の一部を残すのみで、当時の面影は感じられない。ただし残る城塞からの眺めはなかなかよく一見の価値がある。 タフィーレ上近林の古い建築物を利用してタフィーレ博物館の設置計画が持ち上がっている。現在の観光大臣がタフィーレ出身者であるためかタフィーレの観光開発を積極的に行おうという動きが見られるが元々一般観光客の目玉になるような観光資源があるわけではなく開発されたとしても効果がどこまであるかは疑問が残る。 地球の歩き方ヨルダン版では0405あたりまではタフィーレ自体も掲載されていたものの掲載内容が薄かったこともあり現在はダナ自然公園のみの掲載となっているロンリープラネットヨルダン版には掲載されているがバスターミナルの紹介の後にナッシングツーシート書かれているヨルダン国内でもマーアンと並んでイスラム教の信仰が特に強い地域である そのため、タフィーレ県内には、教会は存在せず、種類を販売する店もない。中心部には、信号が一機設置されていたが、信号機前の学校跡地の再開発事業に、伴いその唯一の信号機も撤去され、現在故障中のものも含めタフィーレ市内を呼び、タフィーレ県内には、信号機はない。撤去された、信号機の土台部分はイースから坂を下った。 タフィーレ中心部の入り口付近に、モニュメントのように設置されている。一見すると、遺跡のようにも見えるが、信号機の土台である。ただし、タフィーレ最初で最後の信号機の土台という観点から、見れば貴重な現代以降と言っても、過言ではない。2011年8月、タフィーレ県民待望の高規格道路が、 タフィーレ大学のあるあるイースとデザートハイウェイ沿いの発射館で開通した。これによりタフィーレアンマン館が約20分早くなった。アンマン島都市部では当地のことを田舎の代名詞としてよく使いアンマン島都市部で生活するヨルダン人は田舎者の代表タフィーリーの言動を誇張した笑い話、ぬくた、タフィーレを盛んに話し盛り上がっている。 しかし実際には、ヨルダン国内に古くからいる人々が生活しており、中央の観光庁の養殖には、意外とタフィーリーが多い。バスターミナルは2カ所あり、その他、市内バスが信号機跡から発着している。ありがとうございます。